まず答えから。これがプラス9になります。で、これはどうやって判断するかというところが、括弧の中に注目してください。括弧の中が今ですね、ここプラスだね。で、こっちもプラスです。どうも、ハイチです。今回はですね、ちょっと個人的に自分が話したいことがあって動画を撮らせてもらってるんですが、自分はですね、2012年の6月1日にこの活動を始めました。で、まあその初めて投稿したやつが今回の冒頭に見てもらったやつなんですけど、まあテロップはね、後で自分が先足しましたけど、で、そっからもうちょっとで丸6年が経とうとしてます。で、教育 YouTuber っていうのを勝手に名乗って自分が。で、まあ今でもね、教育系 YouTuber とか勉強系 YouTuber って言われることも増えましたけど、で、自分はその教育系の YouTuber さん、だからこう、勉強動画を上げる人が増えてほしいっていうのはすごく願いとしてあって、で、それをいろんなところで話してて、で、まあ、その影響があったかどうかはわからないですけど、結構こう、やってみようと思ってますとか、ちょっとやってますみたいな人がちょっと増えてきたんですよ、その勉強系の動画を上げる人が。で、今までいろんな連絡をいただいて、例えば、動画を、リンクを貼って送ってくれて、見て、アドバイスをくださいとか、まあ結構あって、まあそれをちょっと、それは返したことがあるんですけど、やっぱり、ここ数、まあ1年ぐらいかな、多くなったのは、こう、勉強の動画上げてるとか、いろんなその活動、勉強系の活動をしてるんですけど、なかなかこう認知されないので、コラボしてくれませんかとか、紹介してくれませんかっていうのをよく言われるようになりました。で、それはすごくありがたいことですし、まあ続けてきて、ね、そうやって風に感じてもらってるのは嬉しいことなんですけど、どうなんです、そこが大事なんです。これはですね、本当に勝手な俺のエゴなので、まあ生意気に聞こえる方もいると思うんですが、自分はですね、ある程度のところまではそのご自身の創意工夫と、なんだろう、努力でいってほしいなっていう思いがあるんです。その例えばコラボしてくださいとかね、その紹介してくださいっていう方も見させてもらうと、まあ、登録者本当に1桁とか2桁とかだったりとか、まだ動画を2、3本しか上げてないとかっていう方がすごく多いんですね。で、まあ、自分の最初の見てもらった動画もそうですけど、ひどいでしょ？本当に。ひどいと思うの。それはひどいって言っていいから。本当ひどかったの。で、それを、やっぱり、全然鳴かず飛ばずが続いたから、こう、なんだ、いろんな創意工夫をやってきたの。自分なりに。で、せっかくなんで、ちょっと2012年、半年間の数字ちょっとお見せするんで、ちょっと見てみてください。はい、ということで、ちょっとパソコンの直撮りで、ごめんね、申し訳ないんですけど、これ、見せていいとこ大丈夫かな。2012年6月1日、スタートの日からその年末まで、だから半年間ぐらいですね、の数字、再生時間より視聴回数の方が分かりやすいと思うので、これ約半年で10万回です。半年だからね、これ。これ初日ですね、初日18回って書いてあります。これ多分18分の17ぐらい多分自分です。俺が見ました、多分。はい。で、見て分かるように全然伸びてないでしょ。例えば1ヶ月後、7月1日になっても1日で41回なんですよ。で、この年の一番最高がここかな？ 11 月26日、1685回。これなんだろうね、なんでかわからないけど。っていう感じ。まあ、半年続けても、こんな感じなんですよ。で、この年は自分は収益化をしてないので、全くお金入ってきてないんですが、まあ、収益化したとしても、まあ、ほんと微弱。入ってくんのかなっていうぐらいなレベルだと思います。はい、という感じでね、まあ、数字見てもらいましたけど、ちなみに、活動を始めて1年後、まあ、2013年の6月1日で5200回ぐらい、1日で見てもらえるのがね、まあ、そういった感じで、本当に微弱に、やっと1年かけてそこまで行ったっていう感じなんですよ。まあ、当然ね、自分が、その、いい授業をもっと見てもらって、見てもらった方に分かりやすい、見てよかったと思ってもらえる授業ってなんだろうってずっと考えて、いろいろ変えてきたの。やり方とか、ね、そう。で、まあ、行き着いた結果が今なのね。で、正直、その、まあ、普通の授業もそうだし、映像の授業もそうですけど、ベストなんてないと思うんですよ。やっぱり、いろんな人がいろんな思いを持って創意工夫して、それで、なんだろう。結局は、ユーザーの子、見てくれてる子たちが選ぶものだから。そう。だから、なんか、その、自分が例えば紹介することによって、一時的には認知はされると思うんですよ。ある程度、それなりに影響力があると思ってるので。そう。だけど、それは違うと思うんですよね。やっぱりご自身が工夫をして、で、工夫をしていく中でこだわりが出てくと思うんです。それぞれの先生の。
先生の配信者の方を。だからそれが出る前に認知されてしまったら、そっから先がなんか違うかなと思ってる。だから登録者がじゃあいくついったらいいんですかって話になっちゃうんだけど、まあそれはね、厳密には別に決めてないんですが、でもやっぱり登録者が例えば1万人ぐらいまでは、自分の力で切り開いてほしいなっていうのがすごく願いとしてあって、そう。だから、お断りさせていただいてます。で、まあ全部ちょっと返せないんでね、たまにこうお断りのメールをしたりすると、まあ逆ギレ気味で帰ってきたりとかさ、ね、結局、まあ、そういう話をしたこともあるの。今動画で話したことをメールで書いたこともあるんですけど、まあ、はぁ、生意気言ってんじゃねえよと返されたりとかするもあるんだよね。そうそうそう。だからもう今回は、まあそう思われるかもしれないとは思うんですけど、一応そういう思いを持って、いますので、まあこれから先ね、いろんな方が出てきて、で、コラボしたりとか、紹介させてもらったりすることがあるかもしれない。ね、それ、もしかしたら自分よりもっとさ、優秀な先生たくさんいらっしゃるから、ね、自分のチャンネル自体も衰退していく日が出てくるかもしれないんですけど、でもやっぱり自分は自分のこだわりがあってね、動画を配信しているので、なんかそれぞれのこだわりがぶつかって、そこで化学反応を起こして、より良い、なんだろう、授業を配信したりとか、学生のみんなにとってプラスになることが自分のベスト、自分のベストっていうか自分の一番のとこだから、そうなったらいいなとは思ってます。はい、という感じで、すいません、ちょっとね、どうしてもこれ、あのね、結構数ヶ月で話すかもやもやしてたんですけど、まぁ、ちょっとね、いい機会かなと思って話させてもらいました。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。